はい、どうもガスインです。今日はね、かりん対策をサクサクっと、パッと見れる感じで、対策大雑把ですけどもやっていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていこうと思うんですけれども、まずはね、立ち回り、立ち回りで何をしたらいいかっていう と、普通に波動拳打っていいです。波動拳を打っていいっていうことと、あと結構ね、あのカリンの、技相性的にしゃがみ中パンっていうのが結構有効だったりするので、あの大足の出がかりだとか、タッチ中パンに、まあ、もちろん差し返されちゃうことはあるんだけれども、タッチ中パンって結構ね、噛み合うと判定がつることが多いので振ってみてください。じゃあ次です。次はね、カリンの立ち台系、立ち台系結構強くて、こうやって噛み合っちゃうとね、クラカンこうやってもらっちゃう強い技なんですけれど、その後に注意する点もあって、こうやってガードした後に立ち台パンがこうやって置かれてることがあって、届かない技をこうやって適当に振るとこうやって差し返されることがあるんで、そこ気をつけてください。もちろんね、こうマイナス4なのでめり込んだら立ち小 P とか立ち小 K で押し置きするのが大事なんですけれども、この距離を見誤ってね、こうやって膝とか合気は結構膝を置きがちだから、その膝を置いちゃうと差し返されちゃうので、逆にそれを見て差し返すっていうのも逆に読み合いに回すこともできるので、これもね、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ次です。次はね、カリンがよく振ってくる確定反撃の難しい大足、これなんですけれど、これに対して立ち小系中竜巻ってあるんですけれど、今1回目で見た通りね、分かると思うんだけど、こうやってね、中竜巻だけスカっちゃうことがあるので、ゲージがある場合は EX 竜巻につなげてください。で、自信がある方は弱小流だとどんだけ先端でも確定するので、これ、ね、俺できるかな、ちょっとやってみますね。こんな感じで確定しっかり、これどんだけ先端でも確定反撃になるので、これ俺ちょっと下手くそだからスカっちゃったりしてるけど、こうやって確定反撃取れるので、自信がある方はね、これやってみてください。で、もしリーサルだったらね、この弱小流じゃなくても CA もこれ確定反撃になってるので、もしねリーサルだと思ったら、自信ある方はこれ確定反撃として使ってみてください。はい、じゃあ次なんですけれども、次はね、あのオロチをガードした時のお話なんですけれども、オロチをガードしたらこうやって投げることができる距離なんだけれども、これってね、カリン側がしゃがんでる場合のみなんですよ。しゃがんでる場合はこうやって投げが届くんだけど、後ろ歩きされるとこうやって届かないので、っていうことはカリンは投げを嫌がって後ろ歩きをする可能性が高いので、オロチをガードした後ね、中足波動とか中足灼熱とか、もしくは少し歩いてコアコパとか、こういうのをやってみると、カリン側がね、投げを受け入れざるを得なくなってきたりもするので、この辺もね、読み合いに回して、使ってみてください。はい、でもう一つ立ち回りのお話なんですけれども、カリンは、火力が、打撃がヒットした時の火力が本当に高いキャラクターになっているので、投げをね、極力もらってもいいっていう状況がすごく多いので、カリンの投げってね、後ろ投げで前捨てとかされてもカリン側がむしろマイナス背負うので、攻め継続ができない状態になることが多いので、例えば前投げなんてね、食らってもこんだけ距離離れるんですよ。なので最悪ね、この130っていうダメージをもらって相手のターンを終わらせるっていうのも一つの、作戦だと思うので、大事な時は、打撃だけは食らわない、投げだけもらっていこうっていう、考えを持ってやってみてください。はい、じゃあ次なんですけれども、次はあのね、必殺技でよく振ってくる技、これね、あの唯一これ波動拳で抜けられちゃうことがあって、この噛み合うと抜けられなかったりするんだけど、こういう風にね、玉抜けされちゃうこともあるので、これを警戒しながらね、こうやって垂直を置いてみたり、もしくはそれこそしゃがみ中パンを置くと止められるので置いてみてください。はい、じゃあ次です。次も必殺技なんですけれども、これね、よく初心者の人でもこういう技振ってくると思うんですよ。初心者っていうかルーキーとか、あとはそうだな、まあブロンズ帯とかシルバー帯とかでも、波動拳をこうやって飛び越えて振ってくる人って結構いると思うので、これね、マジレスするなら垂直飛び置いてください。波動拳少し見せたら、こういう波動拳見せたら来るかなと思って、こうやって垂直置くと
練習してたコンボの方にこう連携をつないでいくこともできるのでやってみてください。で、もしねこれを読んでガードした場合、これさ、この派生ともう一つはこの派生があるんですよ。でこれどうしたらいいんかなっていうのは、これね、そもそもこれ中段技なのでしゃがんでると食らっちゃうんですけれど、この2択に対して豪気は結構便利な技があって、ガードしたら中竜巻で OK です。でまあゲージがあれば EX 昇竜まで、ゲージがなければ大昇竜で、このこっちの派生も一回こっちの派生だけにしようか。こっちの派生もね、こういうちょっとおしゃれなコンボに行くこともできるので、これもねぜひ中竜巻、中竜巻 EX 昇竜、これもねぜひチャンスがあれば試してみてください。はい、じゃあ次です。次はね、カリンの技をガードしたとき、通常技をガードしたとき、このしゃがみ中パン、しゃがみ中パンをガードして中足って、この連携よく見ると思うんだけど、この連携ってバクセで空中くらいにできます。で、もう一つね、中中中パン、しゃがみ中パン、タッチ中パン、この連携もこうやって透かすことができるので、これもぜひ試してみてください。こんな感じでね。で一応カリン側がこれを狩るとした、しゃがみ中パンの後にこれを狩るとしたら、こういうことやらなきゃないので、しゃがみ中パンの後に前捨て、タッチ中パンって感じでやってるのかな。こんな感じでねやってくるので、これバックステに隠ってるんだけど、カリン側をねしゃがみ中パンをガードさせて前捨てて、かなりマイナスフレームを背負うことになるので、これかなりリスキーなので、バックステを見せたらその後しゃがみ中パンを合計側も置いてみるとか、そういうあの読み合いに回してみると、カリンのしゃがみ中パンをガードした後に合気側もリターンを取れるような行動が取りやすくなるので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ次は V トリガーのお話になるんですけれども、一つ一つ、お話ししていきます。カリンの V トリガーはね、あのグレンケンなので、これまず一つ目はこれなんですけれども、これはねグレンケンガードした後にボタン連打すっていうか、あの3フレ暴れ、まあ、3フレじゃなくても3フレ以上で暴れると、こうやって暴れ潰しの連携になってます。で暴れ潰しの連携になってるんだけれども、ガードしたらこうやって確定反撃があるので、しっかりねここ読み合いを回すようにしてみてください。でもう一つなんですけれども、こっちはねこの肘の派生なんだけど、これはね肘をガードする前に暴れが通るんですよ。4フレでもしっかり暴れが通るので、こんな感じで、これが来るなと思ったらしっかり暴れてみてください。でこれを逆にガードした場合、裏気をつけてください。これ裏から入れ込みで CA とかしてくることがいるので、やべ肘ガードしたと思ったらしっかり派生来るか来ないかをしっかり見て裏ガード入れるようにやってみてください。でもう一つなんですけれども、これ下段もね実はこれ暴れ潰しになってるので、しっかり、まあ、しゃがんでなきゃないっていうのは確定になってきたので、しゃがんで4フレ暴れを3フレ以上の暴れをするか、しっかり我慢して確定反撃を取るか、どっちかになってくると思うので、この辺ね理解した上でグレンケンのガード後の読み合いやってみてください。これね単発肘で止めると、カリンがプラス1の状態になって有利を取られるので、そこで暴れを通すっていう選択肢もあるし、まあ暴れ読みで相手が思い切ってぶっ込んでくる場合もあるし、そこら辺もね読み合いなので、ここもしね怖かったらこうやって V リバしちゃっても大丈夫なので、この辺も試してみてください。でもう一つ最後なんですけれども、これもね3フレ暴れするとこうやって掴まれちゃったり、もしくはぼーっと立ちながら立ちガードしてるとこうやって投げられちゃったりするので、これもしっかり4フレでしゃがんでるとこういう状態になるので、しゃがんでると投げられないで、スカッたのを見てしっかり確定反撃、もっと重い多分コンボ入れれるので、あの各々でねここら辺ちょっと調べて、しゃがみ中パンからは俺結構もう癖になっちゃってるのであれなんですけれど、しゃがみ大パンもいけるので、これもねぜひ試してみてください。はい、本当にねざっくり
やってみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。これでね、ちょっとやっぱり足りないなと思ったら、コメントとかで教えていただけると、もうちょっとしっかりとした対策、キャラクター対策というのをこれからまたやっていこうと思うので、アドバイス逆にいただけたら嬉しいです。今回の動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。